はい、こんにちは。今回は4ヶ月になったばかりのワンちゃんのビギナー編のトレーニングです。どうぞご覧ください。このチャンネルでは犬の親子たち情報、しつけ、トレーニング、癒しの写真、動画などを随時配信していってます。ビギナークラスですから、まずはこの段階では意識をこちらに向かせること、左側について歩くようにすること、おいで、この3つをテーマとしてやっていきます。初めから上手にはできませんので、飛んだり跳ねたり、あっち行ったりこっち行ったりしますが、じっくりと取り組んでやっていきましょう。多少のおもちゃの誘導やリードでの矯正、またはフード、おやつなどを使ってできたら、望んでいる行動を言葉に表してできたら褒める、そしてまあご褒美としておもちゃだとおやつだとか後であげるというような感じです。おいで、おいでの練習です。そして左側について歩けるようにできたら褒めています。ぴょんぴょん飛ぶのはこの段階では仕方ありません。左側について歩くことを私では英語ではヒール、日本語ではついて、後へとかいうようなやり方をやっていますが、皆さんそれぞれ言葉は決まった言葉でいいですので、どれか一つ決まった言葉で行ってください。この子の場合はついてというふうにやっています。ついてとおいでという日本語のコマンドを使っています。はい、おいで練習です。おいでと言って来たら褒めましょう。少し下がってあげるのも効果的です。反対に迎えに行くのではなくて、おいでと言って少し下がってあげていく。そしたらどんどん自分の方の手元にやってくるようになります。手元で呼び込んで遊べるように褒めてあげましょう。